こんにちは、おしおじゃです。ブラックです。ということで今回はセブンニングレブアプリ2021やっていこうと思うんですが、今回はね、ほんわかのガチスカ紹介していこうかなと。2本目の動画ですね、開幕ガチスカみたいな感じで、開幕から2週間ぐらい約経ちまして、監督であったりとか、またあの選手とかが変わったんで、ガチスカここで紹介していこうかなと思います。開幕の時はですね、ブルーノ・ジェニシオ監督使ってたんですが、今回は、クリスティアン・ブロッキ監督ということで、まだね、監督紹介はしてない監督なんですが、4312のマネジメントが730、10使っちゃってますね。マネジメントのアイテム使っちゃってるんで、初期のマネジメント能力は720で、戦術がですね、一応ポゼッションショートパスサイド流動的リトリト中アグレ、ディフェンシブもポゼッションショートパスサイド流動的リトリト中アグレで変わらないんですけど、数値がオフェンシブ戦術サポート距離が5で、ディフェンスラインが4、コンパクトな5で、モータ TV ディフェンシブ戦術で使ってるんですけど、全部5になるんですよね。ブルーノ・ジェニシオなんで辞めたかっていうと、ブルーノ・ジェニシオ監督ってサポート距離がすごい近い監督で、ボールを奪った後に1とか2とかのサポート距離の監督だと、選手の距離感が近すぎて短いパス交換になった時に事故っちゃうことがあったりとか、フィットしないなと思って他の4312でポゼッション型いないかなって探してて、コメントでもね、クリスティアン・ブロッキ監督いいですよって来て、ちょっと使ってみようかなと思ったら結構良かったんで、まあ使ってるって言った経緯になってますね。あともう一個あるのはリトリートだよね。リトリート中央アグレかな。ブルーノ・ジェニシオはフォアチェックアグレかな。今作両サイド上がっちゃうっていうところもあるんで、まあ守備的サイドバックを置くっていう手もあるんですけど、両サイド上がっちゃうみたいな陣形もあるんで、リトリートの方が守備的にはやりやすい感じになってんのかなって感じですね、はい、軽くねちょっと人選解説もしていこうかなと思うんですけど、キーパーはもう相変わらずチェフということで、今作は本当に GK かなり止めるんで、チェフをね一応ライブアップで B で、まあ、高身長で、まあ、守備的 GK でコメント目来ますけど止めてくれますね。前作ねそんなにチェフレジェンドで使ってなかったんだけど、はい、今作はね本当よく入ってて、まあ、このチェフがいるだけでスカットがね1回のキーパーとか入れなくていいし、はい、今はもう本当愛用しているキーパーですね、はい、右サイドからいくとクロスターバー、キャンベル、ガブリエル・マガリアニス、マルディーニと。クロスターバーに関してはセンターバックで置く人もいると思うんですけど、まあ、モデル TV ではサイドバックで使ってて、圧倒的にやっぱりスピードと体の大きさ、特にですね、4-3-3 の形の方と対戦した時とかに、サイドにものすごい足速い選手を置いてて、その選手に対して唯一クロスターマンを走力で勝てるかなっていうので、まあ、クロスターマンを置いてるっていうのがあります。ちょっとね、クロスが下手っていうのが一つ弱点が。ピンポイントクロスとかね、つけたいね。で、センターバックは今週出ている IM アーサナルガチャからキャンベル。ここはもうほぼマストかな。開幕ガチスカからずっと使ってます。一人はね、ガブリエル・マガリアニスなんですけど、今週で言うとバランとか B なんですけど、ね、バランがまだ敵をね、取ったばかりでそんな上がってないっていうのもあるんですけど、ガブリエルの方がいいなと思ってて、左のセンターバックに置くときに、左足っていうセンターバックがね、ほんと少ないですね。うん、左足でありながら、ガブリエルって190センチあって、走力とかもコメントでも来たんですけど、スピードが80の瞬発80気にならないんですかって来るんですけど、190あってね、大体スピードと瞬発が80超えてれば、まあ、OK かなっていった感じ。相手に追いつけばいいっていう感じなんでね、もともとでかいし、まあ、あとこの監督がリトリートアグレなんで、多少引いて守るっていうところで、はい、まあ、そこまでね、走力の部分は感じないのかなって感じですね。で、左サイドバックはね、まあ、バフかけてるマルディーニということで、まあ、マルディーニね、ポジション適正追加のね、動画言ってましたけど、打ちつけて、本当後ろだったらどこでもいいみたいな。クロスターマンが実際に不調になったら、ここなんですよ、まあ、こんな感じなんかな、はい、左サイドバック、アイコニックになってるんですけど、全然レジェンドのマルディーニもいいですし、左サイドバックでおすすめで言うとダビダラバ。で、センターバックのキャンベルとかももちろんあの、レジェンドのキャンベルでいいですし、とガブリエル持ってる人とかは、ベンチによりは今週バランとかね、全然いいんで、通常まあでもこう考えるとね、アイコニック多めって思うかもしれないけど、はい、まあでももうアイコニックが来てるんで、課金してる人だと、もうほぼアイコニックぐらいの感じになっちゃうのかなと。まあでもまあレジェンドでも可能なとこあるんですけど、ね、全然大丈夫です。DMF はね、G ベッドシューバー使ってて、まあおもちゃ TV ではずっとレジェンドの G ベッドシューバーも使ってたんで、ぶっちゃけて言うと、レジェンドの G ベッドシューバーでも、まあいいかなっていう気はするんですが、コメントでも来てたんですけど、あのアイコニックの G ベッドシューバーって、スタミナが確か4強化されて95あるんですよね。レジェンドって91ぐらい、確かにね、ちょっとスタミナのね、持ちはいいです、ね、こっちの方が。で、ダブルの CMF はベッカムとビエラなんですけど、ずっとこうやって押してたと思うんですよ。で、今作なんでこうしてるかっていうと、今作で言うと、まあ、ベッカムってもともと逆アシント精度の部分がものすごい低いんですよね。よね、じゃあなんでこっちで落ちたかというと、左側で落ちたから。これは要は、コンカが巻いて入る、前作の仕様。右でね。ただ、今作はマジで巻いたコンカのシュートがあんまり入らないですね。強みがちょっとなくなっちゃってね、それだったらベッカム右に置いてしっかり右足でピシッと、まあ、ここに出していける。で、ビエラをその回左に置いて、まあ、今回 DMF にしないんですけど、CMF のボックス2ボックスビエラということで前にガツガツ上がっていって、バンパコスト持ってないんですけど、かなりあの中盤のここを縦横無尽に動いてくれるんで、守備のね、安定性を測ってくれる。どちらかというとね、ベッカム左よりもビエラ左の方が火力
出るかなと。もちろんそのベッカムはもともとクロスアップスタイル自体は発動はしないんですよね、はい、ベッカムの高いオフェンスセンスで、まあ、前に行ったりだとか位置取りが良かったりとかするっていうのはあるんだけど、まあ、右足で右で振り抜いてほしいのは今のところどっちかなって思ったら、まあ、ビエラの方が縦横無尽に動くし、そう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 、右足で振る機会もあのライジングシュートとかあれが結構強いですね。そう、あの決定力自体はベッカムの方が高いんですけど、はい、ただ動き回るボックスボックスっていう風に考えると、まあ、ビエラをね今回左に置くのが、まあ、いい感じになってるっていうところですね。応援メンバーはクライブですね、まあ、ここは安定の2列目かなといった感じで、まあ、なんだかんだねワンタッチパス持っててクライブの抜け出しっていうのはかなり工作の脅威になるのかなといった感じで、うん、ただまあユングベリーになってない理由はここの2トップにありますね。そう、このね2トップがおもちゃ TV を日々見ていただいてる方ならわかるんですけど、フェルナンド・トーレスとホルランばっか使ってたんですよ。なんとここフリットとファンバステン、しかも AC ミランのまあバフかけてるんですけど、ファンバステンって2020の時本当にガチスカで1回も使わなかったんですよ。ただここに来てファンバステンとフリットって なんで使ってんのっていうと、このアプリの2021がリリースされる前に PSO の方で一足先にファンバステンちょっと当たって、でフリットも当たってたんですよね。そうだね、使用感を確かめたらフリットはまず絶対言えることが、今作むちゃむちゃボール持てるのと、決定力っていうのは低い90ないんですけど、決め切る力が異常にある。決定力の数値以上のねこれはね分かんないんだけど、謎決定力ありますねフリットは。で一番モテてワンタッチパスと、まあ、スルーパス持ってワンタッチシュートってないんですけど、ただ決め切る力、前線でガツガツいく力、ファンバステンワンパに対してのスルーパスをしっかり出していける、しかもワンパでスルーパスしっかりピシッと出していけるっていうのでフリット見てる。ファンバステンは今のところ個人的なんですけどめちゃめちゃ点決めますね、センターフォワード。決定力元から高いし、はい、まあ、オフェンスセンスもね元から本当に高い選手、意外とボール持てるんですよね。フェルナンド・トーレスとじゃ具体的に使用感でどう違うのかっていうと、トーレスの方がスピードがあって突破力あるね、ゴリゴリできる。ただファンバステンの方が足元の技術が高いんでシューキャンとかが伸びない。これが多分ボールコントロールはほぼ完走に近いんでそんな伸びないんですよ、シュートキャンス。あとねトラップがめちゃめちゃうまいんですよね。オンラインとかやってくるラグビー人とか、もちろんね重い環境の人とかとも当たる場合があるんですけど、このマルコ・ファンバステンとフリットってそういう人たちに強い選手で、ファンバステンとかはもうワンパでペン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 逃げてとにかくあの裏に走らせる、でフリットは前から事故らせるみたいな感じで、今激ハマりしているね本当に2トップということで、ここはねガラッと変わりましたね今作で。2トップにね補正をかけてるので、まあ、ユングベリーじゃないあのクライプ、そうだね。あとベンチはね、まあ、こんな感じ。ロナウジーニョ・ガウシュ入れたいんですけどちょっとコストが入んないんですよね、ブロッキー監督で。まあちょっとやっぱねまだねマネジメントは配られてはいるんですけど、はい、ゲットするのもなかなか大変だし、いろんな監督にねまだ取っておきたいみたいな部分もあるんで、はい、まあ、ちょっと今回コスト的にロナウジーニョは入れてません。そうだね、ベンチの選手どこに入るかちょっと説明していくと、まあ、インザーギはですねマルコ・ファンバステンのところで、まあ、このベンチの起用法も少し2021で変わってて、ポーランドはフリットのところに入れるんですけど、負けてる時に、まあ、入れるか入れないかぶっちゃけ、フリットのところに入れてホーランドとインザーギでもいいんですけど、ちょっと両方とも重い選手というか足元が、まあ、ない選手になっちゃうんで、前線の旅みたいなのはあんまり作れなくなっちゃうから、ホーランドよりも入れるのが大体やるのが、まあ、このまずルンメニリですね、 OMF でインザーギで中田どこやねんと思うんですけど、中田ここなんですよね、 CMF で今、使ってるんですけど、 OMF 置いてワンタッチパスっていうのはないんですけど、ただルンメニリ の、 あの裏の抜け出しもいいですし、あとね確定ダブルタッチを、まあ、前線のこの前を常に前向いた状態でできるっていうのがあるんで、相手が、まあ、よくあるのが DMF であの裏ケアをしてね、こうなかなか突っ込んでくれない、ベタ引き守備してくるときにルンメニリがじわ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 近づいていってパス出すふりして、相手が最終的なところをダブルタッチしてドーンっていう、このあのめちゃめちゃ強力なシュートを打てるのが、あのやっぱりクライフにはないものなんですよね。こんな感じに後半は戦ってますね。あれだったらねホーランドのこのマルシャルとかでも面白そうだけどね。全然ですだからね、本当はロナウジーニョ・ガウシュを入れたい、ホーランドのところに。あのフリットのところがやっぱフリットも結構疲れるんでガウシュ入れたいんですけど、めっちゃコストオーバーするんで、まあホーランドでも十分強いんですけど、はい、絶好調だったらホーランド入れてもいいよね。そう、絶好調だったらホーランド結構入れちゃいますね。で、プジョルはまあ大体クロスターマンのところで、ガブリエルがまあ不調だと、今回あの今週調子いいバラン使ってるといった感じなんですけど、またなんかねいい形でちょっといいガチスカできたなと思ったらね紹介していこうと思うんで、はい、参考程度になる方がいればぜひチャンネル登録高評価してもらえるとありがたいです。よっしゃー、さらっぽー。